運んできました。ストークでーす。あ、なるほどね。スライドパッド移動できる。はいはい。家具を置く。置いてみよう。原子椅子。原子ベッド。原子テーブル。あー、なるほどね。原子生活やね。いや、とりあえずこれいいかな。オッケー、ポイントもらえるね。いや、交換せんでいいや、まだ。みんなもお部屋も見たことだし、そろそろご飯にしようか。みんなでご飯。収穫した料理をみんなで食べるよ。では、諸君、いただきましょう。こんな大きな大根、どうやって食べるのさ。カツ丼注文したぞ。これはね、このまま食べるんじゃないよ。ここから簡単に割れるんだ。うまそう。僕ちゃん生いただきます。うめえ。ハグハグもぐもぐ。おいしい。ゼボン。おいしいわ。しのさんとってもおいしいわ。ほんと僕農家になろうかな。やった。わあ、いい匂い。お腹ペコペコ。遅かったわね、うん、それでどんなペントを作ったの、うん、それがそのどうせ昼寝でしょ。もう失礼な。いくら僕でもそんな昼寝ばっかりしないよ。じゃあ何してたの。居眠りしてたの。それじゃいただきます。うん、おいしい。食べよう。好きな料理選んでね。はい。おすすめはバトルで元気になりやすくなるよ。なるほど。発動しかない。料理をタッチして。はい、タッチしましょう。いただきます。おー、カツ丼になった、はい、おいしいわ。うん、おいしい。いいっすね。いいね、いいね。このこれ、この種めっちゃいいくね。よし、お腹いっぱいになったね、これで。自由だな。自由だぜ、うん、自由って最高、うん、こうやって大自然に包まれていると小さな悩みなんてどうでもよくなっちゃうわ、ね、この辺で一度家に帰ってみるのも。僕もそう思ってるところ。そうね、今のうちならそうひどくは怒らないわよ。おい、俺は嫌だぜ。しょ、しか自由になれたらどうして帰んなきゃいけねえだっつーの。俺は一人でも残るぞ。きっとママたちが心配してるわ、うん、そうだよ、意地入らないって帰らろよ。うるせえ。ねえ、言い出はやめないよ、うん、ちょっと中断するだけよ。来ようと思えばまたいつでも来られるんだから。よし、それなら文句ならいいか。このことは俺たちだけの秘密だぞ。親が学校の連中にバラしたらぶん殴るからな。石槍に誓って、石槍に誓って。ところで僕はなんで家出したんだっけ。よし、じゃあな、うん、また明日、おやすみ、うん、うん、おやすみ。おーい、ドラえもん、いい加減お尻から出てこいよ。ダメだ。やだ、ハムスター怖い。大丈夫だって。のび太、こんな時間までどこに行ってたの。手洗って早くご飯を食べなさい。食べないなら片付けるわよ。食べます食べます。変なの、ママがお説教しないなんて。オオカミ、まさかね。昨日は参ったぜ。ジャイ子をあげてくれなかった。一晩中外に立たされるとこだったぜ、うちももんめんわからない子はうちの子じゃありませんって。うん、僕んちは話し合いなんとかフランス語一本にしまったけど、ね、のび太さんちは、うん、うちは、うん、とにかく家でなんかいっぺんやると大騒ぎになるんだよ、ね、1日3時間とか少しずつ続ければ目立たないんじゃない、うん、
そうやって異例になるのか。騒ぎにならないことは確かね。そうだな。ただいま。ねえ、どうしたの。それが、あいつが僕のトレーキ食べちゃったんだ。え、あいつって。決まってるだろ、アメスさんが僕のトレーキ食べたんだ。決着をつけてやる。よせ。あれ、いないぞ。まだ帰ってないのかな。ランドセルあんじゃん。お邪魔します。まあいいや、今のうちに服着替えよう。そうだな。やだ、ここで着替えないで。どこで着替えればいいのさ。外に出たら。でもよ、外の方がまずいだろ。お尻に誰かいるわ。そう、ドラえもんでしょ。おい、開けろ。やりやがったな。ね、待って。よし、やっちまいじゃん。お待ちくだされ、猫の情けじゃ。何やってるんだ。おい、やい、のび太、よくもこんなやつに秘密をバラしてくれたな。え、知らないよこんな子。ちょっと、とぼけるな。とぼけてないってば。騒がしいよね。まだ、邪魔がされないうちに出発しよう。誰なんだよお前は。のび太、だから知らないってば。嘘つけ。だったらなんでこんな格好してるんだよ。いきなり殴られたんだぞ。本物の石器、ね、もしかしてこの子本物の原始人じゃ。やっぱり本物の毛皮だ。本当に原始人だっつーのか。でも変だよ、どうして21世紀の東京に原始人がいるのさ。ひょっとしてあれかな。あれって何、うん、時空乱流だよ。タイムマシーンに乗ってる時に見ただろ。めったなことがないけど、時空間の歪みが要がブラックホールみたいな落とし穴を作るんだ。もしこの穴に落ちてしまったら、人はその世界から忽然と姿を消してしまう。人間が消えちゃう。そんな話聞いたことないぜ。神隠しって聞いたことない。日本の古い言い伝えって言うけど、突然人が消えちゃう話は世界中で実例があるんだよ。それじゃあ、じゃあこの子も原始時代から。うん、おそらくね。ちぇ、がっかりだな。7億円前の日本に人間が住んでたなんて。いや、それはまだわからないよ。この子はいつどこから来たのか正確に調べる必要がある。よし、僕とナビタ君で調べてくるから、ジャイアントスネはこの近くに人が住んでないか探してきて。任せとけ。うん、オッケー。それじゃあ、しずかちゃんはこの子の手当てをしてあげて。うん、わかったわ。